石垣ラジオ。この番組は石垣島のパイン農家ラッキーこと荒木俊之と、毎日ゴミ拾い活動をしている合同会社縄文企画の田中秀則が、石垣島の魅力あふれる人物をインタビュー形式で深掘りしていく番組です。第2回目、まあオープニングっていう形で撮ってます。はい、第1回目もうまだ上がってないんですけど、はい、もう収録は終わってて。そうですね。で、ヒデ聞いてみて感想、はい、どんなだった？感想ですか？うん、感想は感想、うん、思ったよりもちゃんとラジオになってたなっていうのが、おう、あの第一印象です。ほう、うん、ただ、うん、あのまあ自分のその質問の仕方とか、あの相槌の打ち方とか、うん、全然いけてないなっていうのがもう超出てきて、うん、まあ、自己嫌悪になりながら、なるほど、まあ、初回だからっていうのもあって、うん、っていう感じです。そっかそっか。はい、もう俺は結構聞いてて、ああこれ失敗したっていうのがあってっていうのは、まあ一つ目は、はい、あのカヌー持ってったって言ったでしょ、電車の中に、ね、そうそうそう、はい、で、はい、ヒデのイメージしてるカヌーと、はい、俺の言ってるカヌーは別物だなっていうのに気づいて。ああなるほど。あの、うん、普通のよく見るシーカヤックとか、うん、あのオープンシットカヤックみたいなののイメージを多分持ったと思うんだよね。そう、あのプラスチックの超でっかいやつ、あれじゃなくて、あ、そうなん、ファルトボートっていうカヌーなんだよね、はい、あの折りたたみ式の。ああ、なるほど。そう、骨組みと革というかスキンというか、このまあ、外張りの布みたいのがあって、なるほど、なるほど、それをビッと貼って、はい、カヌーにするっていうのがあって。なるほど。そうなんだよ。でそれ、あ、ヒデ勘違いしてたな、サーフボードとか言ってたから。そう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 、うん、もう僕がイメージしてたのは、うん、あの折りたたみとかできない、うんうん、もうサーフボードよりも長いやつ、ね、長いやつでしょ。あれをどうやって電車の中にあれ船持ち込めないんだよ多分。ですよね、ですよね。しかも満員電車に持ち込んでとかって言ってたからいやいや、とんでもねえ。いや、はい、なんかもうあれ聞いてて、あ、やばい、これヒデありえない想像してると思ってでも俺も説明足んなかったなと思って、そうそう、結構いろいろ説明できてなかったなっていうのもあったし、はい、あと、そっかそっか、俺めっちゃエピソードトークもともと苦手なんだよね、はい、苦手なんだけど、はい、あの本当なんかいい話全然選べなかった。だからいつも話さないようなあんま面白くないエピソードを出してて、はい、ええ、これじゃあ全然面白くねえなみたいな感じ。ちょっと本当もっと面白いんだけどなとか、はいはい、あったんだけどさ、はい、うん、まあ緊張してましたよね、なんかね。あ、まあ最初特にそうだよ、ね、なんかもう俺話さなきゃ話さなきゃってなってたし、はい、僕も全然質問できてなかったですから ね、なんかね、放置プレイみたいになっちゃって、ちょっとで申し訳ないけど、あと5、6回はなんかこういう会が続くんでちょっと最初我慢して皆さんに聞いてもらわんといかんね。そうですね、よかったらお付き合いくださいそう、あと、はい、深掘りしていく番組なのに深掘りできてねーってちょっと思ったから、ね、後から聞いてて、うん、なんでここも突っ込まんのっていうところがすごいやっぱりあって、まあ、クオリティは追求しないんだけど、はい、やっぱあのうちらやってて満足したいとか楽しみたいから、そうですね、そうそう、やっぱいい放送は目指したいんだよね、はいはい、ただそれ、そうですね、お客さんからそれを求められた時に無理に答えようみたいな感じではやりたくないっていうね、はい、それが、はい、まあ、うちらのいうクオリティを追求しない、そうですね、うん、ってことなんだよね、はい、まあでもこんなもんだろう、だんだん上手くなっていくよね、ですね、うん、はい、そのためにやってる部分もあるし、はい、うん、まあでも面白い話は一応取れてると思うんで、引き続き皆さん楽しんで聞いていただけたらと思います、はいはい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあ第2回、第2回、聞いてください。はい、石垣ラジオ、第2回ですね、はい、やってまいりました。前回は、僕たちパーソナリティの、まあ、自己紹介ということで、はい、まずは荒木さん、はい、ラッキーさんの、はい、自己紹介の20代までを、はい、していただいたので、はい、まあ、後半戦というか、はい、30代ですね、30代からバンドをに、まあ、終止符を打って、はいはい、ちょっとその後の、その後、はいはい、話を聞かせてください。はい、バンド終わった後に、あ、いいですか、なんでバンド辞めたんですかいやもうなんか、うん、そろそろいいかなって感じだったし、はい、あのメンバーも、はい、最終的にはもう2人になっちゃって、でサポート2人、そうそう、サポート入れてやってた感じだったんでね、はい、でもうそろそろ、うん、楽しんだね、楽しかったねっていう感じになっちゃったから、まあ、次に行くタイミング、うん、
あったんですね。30超えたし、はい、みたいな感じかな、はい、なんとなく。その時代って結構いろいろ考えますよね。あ、30ぐらいとか。30ぐらい。あ、だから考えたね、やっぱね、いろいろ。なんやろ、まあ、結婚とかも考えるし、その同級生はもうなんか普通に就職して、そうそうそう、周りもなんか結婚してとか、そう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 、そういう感じで、なんか自分は何者なんだろうみたいなのは結構思ってた時期があったな。いや、僕もそうなんですよ。30超えて、僕も東京にいて仕事してたんですけど、まあ、ちょっと僕の多分ターンで話すんですけど、そのくらいからすっげえいろんなこと考えてた時期なんですよね。はい、バンドやった頃、バンドってさ、そのなんだろう、成果が見えにくいというか、はい、なんかこの努力したら報われるとかいう感じのものでもないので、だ結構自分は何者みたいな風なのを、こうすごいと自分にね、問うというか、はい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 、そういうことをしてて、でやっぱ自信がない、自信がなくなるから、自信がをつけたいなと思って、結構バンドを辞めるぐらいの頃に、フルマラソンとか走ってたね。フルマラソン。そう、なんかフルマラソンどうしても4時間切れなくて、ま、でも4時間とかめっちゃ早くないですか。4時間サブ4ってやつですね。そう、サブ4、それをなんとか達成したら、なんか自分はなんかそんなダメな人間じゃないんじゃないかな。うわー、すげえな、すごいすごいすごい。いや、もう超でもネガティブな感じよ、はい、へえ、健康志向とかじゃなくて、やっぱその自分の自信のなさを何かで補完しよう。いやー、でもそれ、そのなんだろう、そのすごいですね、それをやり遂げるっていうのは、やり遂げるっていうか、やるしかなやるしかなかった。でも朝晩10キロ走る。一番、うわーすごいな、一番すごい時、1日20キロ一番すごい時やね。うわーすげえすげえすげえ。走りすぎて、はい、足疲労骨折して、うわーそうなりますよね、うん、へえ、体重も結構落として、その時、うわ、全然今からじゃあ想像できないというか、できないできない、もう今やれって言ったら無理だけど、あの当時はやっぱそのそういうね、あのコンプレックスじゃないけど、はい、そういう感情があったから、はいはい、それをなんか力にそういうことやってた気がするな。まあそんな20代を過ごしてきて、はい、で30代はその沖縄に、石垣島に移住します。ずっと毎年毎年行けるときは通ってきた石垣島に移住、もうあれですか、住所とかも全部そして、いきなり移住みたいな感じですか。そう、へえ。ずっと心の奥底で音楽やめたら沖縄住もうっては思ってたんで、すごい、何しようとかあんまよく分かんなくて、はいはいはい、でやっぱずっと飲食で働いたから、じゃあなんかとりあえず飲食店とかそういうところだよなって思ってるときに電話が来たんだよね。ほうほう。でその電話の相手は、はい、さっき黒島で会ったあの三振の人ですか。あのニーニーなんだ、中村さんって言うんだけど、ずっとね、なんとなく連絡は取ってて、はい、実はその中村さんは、はい、俺が行く何年か前に、はい、もう移住してて、竹富島に、あ、竹富島に、うん、で竹富島で水牛車観光のガイドをやってた、はい、で、はい、俺音楽やってたし、はい、三振もちょっと弾けたから、おうおうおう、あ、え、三振は果てるまで再開してお返ししたんですか。お返しして、お返しした、あと自分で買った。あ、自分で買ったんです。買ったんですね、うん、その帰りに、あの、はい、石垣島のもうなくなっちゃった野原三味線店だったな、はい、うん、ってとこで、はい、買って帰った。へえ。でちょっとはできたさだから、はいはいはい、うん、三振できるよねっつって、うん、今うち人いないから、うん、竹富で仕事しないっていうのがちょうどバンド辞めるぐらいのタイミングで連絡来て、へえ、すごいですね。すごいでしょ、うん、でもう即答行きます、うん、最初は竹富に住めると思ったんでね、はい、あ、竹富じゃなかったんですか。そういう予定だったんだけど、うんうん、だ竹富やっぱ家が少ないから、うん、あ、そうかそうか、今その住んでる人間の分しかないって言って、うん、はい、寮みたいなのは、はい、だから石垣から
申し訳ないけどフェリーで通いでっていう、まあ、船で15分だからね。まあそうですよね、うん、近いから、うん、ええー、と思って船通勤と思ったからねなかなかないよね、電車通勤から船通勤そうそうそう、僕も変わりました。あ、そう、だ船通勤してたね。で石垣来て、まあ、竹富で水牛車の仕事を4年ぐらいやったかな。うん、うん、その間に、はい、本当島にうまいこと馴染んで、うん、おお、ほう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 、やっぱ石垣はすごい合ってたんだろうね、うん、なんか越してきて、はい、で最初友達も何もいない状態で、うん、その中村さんだけですよね最初。そう、知ってる人は知ってる人は、うん、でバーみたいなちょいちょいあったから、うんうんうん、一人でとりあえずじゃあ、うん、バーでも行って飲みながら情報収集しようかなみたいな感じで、最初に行ったのはエレファントカフェっていう、うん、うん、今あります、ある、わかる、わかんないです、わかんない、はい、うん、あのビルなんて言うんだろうな、結構昔でもその当時からあるから、うん、だからその時が今から、ね、2007年ぐらいだと思うんだよね、うんうん、2007年だから15年ぐらい前か、うんうんうん、そうですね、うんうん、からある店だったよね。へ、うん、でそこに行って、はい、音楽ライブとかやってるとことかあるんですかって、やっぱり一応音楽やってたし、うんうん、はいはいはい、気になりますよね。そう、あの弾き語りはバンドとは別で東京いる時からやってたんだよね、うん、あ、そうなんですか。そうそう、だからそういう弾き語りできるとこないかなと思ってちょっと探してたんだよね、うん、あ、自分が自分の演奏してやるとこないかな、あとはライブ普通に見たかったし、はいはいはい、そういうとこないかなって聞いた時に、うんうん、まあ、スケアクロで、はい、有名なとこですよね、まあ、老舗で、ね、はい、石垣のライブハウスの老舗、はい、あそこと、はい、あとはカフェタニファって言って、あ、はい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 、まあ、本当俺のホームグラウンドなんだけど、そこがあるよって言われて、うんうん、あ、そんなに昔からそのタニファさんもあるんですね。そうそう、スケアクロタニファももう20年になるから、うん、今年20周年だったのにコロナで本当はね、あの、はい、盛大なハーリー、ハーリーに、はいはい、ハーリーって船のレース、沖縄のね、はいはい、船のレースがあるんだけど、うん、はい、それに毎年、うん、そのタニファのチームが何チームか出るんだけど、はい、今年は、はい、昔住んでて内地に帰ってしまった人とかも呼んで盛大にやろうって言ってたんだよ、うん、20周年だから20周年、はいはいはい、でもコロナでぶっ飛んだよ、ぶっ飛んだ、いやー切ないというかね、切ない、はい、まあ、そのエレファントカフェに行った次の日かに、うん、タニファにちょっと行ってみたんだよね、うんうんうん、ですっげえ入りにくい店なんだよあそこ、うん、なんだろう、ドアはあるけど中がよく見えなくて、はいはい、怪しいマークがこう、うんうんうん、これタニファってあのなんだニュージーランドの、うん、ま、マオリ族かなんかの妖精だかなんだかって、はい、あ、そうなんですか、のことらしいんです。あ、それをモチーフにしてるとか、うん、それの名前を取って、うん、そのお店の名前にしたっていう、うん、そうなんですね、ロゴと、はいはい、で、うん、まあ重いドアをちょっと開けて、はいはいはい、入ったら確かに勇気いりそうですもんね、そうそうしたらなんか、はい、クリさんって言ったけど、うん、店のオーナーさんが、はいはい、おーとか言って、うん、一人っつって、はいはい、ここいいよっつって、うん、あのカウンター席通してくれたんだけど、はい、座ったら、はい、あの隣には黒人の女性で、ほうほうほう、右隣に黒人の女性で、左には島のおじいがいて、はい、おお、うん、なかなか楽しい、カオスだなそうですね、うん、うん、まあ いろいろ話してて、はい、でマスターとも話してたら、うん、そのマスターが実はその昔サッカーをやってて、サッカー、サッカー、でその実業団でやってたっていうんだよね、はい、あ、じゃあ結構本格的に、高校もすごい人だったんですね、確か帝京高校、おお、うん、ほう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 、で、はい、それこそ昔鎌本とかとも対戦したことがあるんです、へえ、めっちゃすごい人じゃないですか、結構昔すごかった人、うんうんうん、で僕もフットサルやるんですよっつって、はい、元野球部だったけど、はい、俺30ぐらいからフットサルもやってたんですか、30の時に、はい、野球やるかフットサルやるかって考えて野球は多分60でもできるから、はいはい、今できるのをフットサル今しかできないかもしれんから、フットサル結構大変なんですよねあれ、うん、結構それでフットサルをやってたんだけど、はい、30からね、すごい、初めて2年ぐらいの時かな、だからその時が、はい、いや僕もフットサルやってるんですよっつったら、はいはい、おお、明日フット
ットサルやるから一緒に行こうっつって次の日軽トラの隣乗せてもらって一緒にフットサル行った。ああいいですね、うん、なんかで、うん、その次の週ぐらいだったかな、うん、忘れたけど、うん、あライブあるから来なよみたいな感じで、おでライブ見に来て、はいはい、でそれで音楽の知り合いとかもちょいちょいでき始めて、でまあ、タニファを中心に結構人脈広がったかな、はい、ああじゃあそこが一個の荒木さんのなんか拠点みたいな感じになったんですね。そうそうそう、コミュニティ、そのタニファってお店のコミュニティに所属することで、うんうん、なんか結構石垣 の、うん、その友人関係がすごい広がった。あやっぱりあるんですよねそういう場所がね、うん、そうだな俺結構自分のこと人見知りだと思ったんだよね、うん、昔は、うんうんでも実は意外と大丈夫かもみたいなのは、うんうんうん、その谷川ぐらいからそういう思いになったかな。ああそうなんですか、うん、意外と大丈夫だな俺みたいな。え20代ぐらいは割と接客とかされてたんですよね。してたっけ。いやそれはできるよ全然、うんうんうん、でもほら仕事だし、はいはいはい、多分コミュニケーションってあんま得意じゃないなって思ってたのよ。ほう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 。20代ぐらいの時は、はいはい、でもなんか、うん、勘違いだったかなって、うん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 、その時に初めて聞いたかな。面白い。意外と俺どこでもやれるなみたいな、うんうんうん、その時に思ったかな。はいはいはい。で水牛車観光を、水牛車観光っていうのはあれですよね、島の竹富島の中をあの案内する、うん、そう水牛に牛車を、うん、引いてもらって、はいはい、お客さん乗せて、はい、島の、うん、こう歴史のこととか、うん、ここのおばあがどうとか、はい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 、ブーゲンビリアの話とか、はいはい、うん、島バナナがあったらバナナの話とか、そういうのをやりながら途中2曲ぐらい三振で歌うみたいな。めっちゃ面白そうですね。面白かったね、うん、なんかあれも俺ほんと天職だと思ってやってたから、ね、はいはいはい、うん、結局3年半ぐらいかな、うんうん、4年間、はい、その時住んでて、はい、竹富観光センターっていうその水牛車観光の会社では多分3年半ぐらいかな実質働いたの。はいはいはい、うん、まあ辞めるきっかけになったのが、うん、あの震災、はい、東北東日本大震災、はいはいはい、震災があって、はい、で本当は3月の、はい、あれ11日か3.11 ですね、うん、だよね、3月、はい、うん、3月の第2週か第3週の週末が過去最高 の、はい、あの予約が入ってた。あ観光のそのそうそうそうお客さんのお客さんの、でそれが震災で吹っ飛んで、吹っ飛びますよね、うん、吹っ飛んで、はい、ちょっと社長が、うん、まあ、ご乱心じゃないけど、うんうんうん、あのまあ乱心っていうとちょっとおかしいかな、まあ、うん、社長なりの判断で、はい、まあ、人員削減するという話になった時に、うんうんうん、もうあれですよね、まあ、コロナじゃないですけど、うん、もう観光の人とか一切来なくなったんですよねその時って、うん、一切ではない、関 西はない関西の方は来てた。あ、うん、関西とか九州とか、うんうん、北海道も来たかな忘れたけど、なんか、うんうんうん、関東とかあの辺はもう、もう、うん、パッタリ、でも、うんうん、基本的にやっぱ関東が多いからね、うんうん、お客さん、うんうんうん、それで一気に減って、そのまあリストラみたいな話になった時に、はい、あのまあ、俺その当時は、はい、ガイドの主任をやってたから、うん、主任、うん、お、すごい会社もみんな仲良くて、はいはい、でやっぱその辞めさすのはなってなったから、うん、その社長に直談判して、うん、ワークシェアして、うん、それぞれの労働時間削るんで、新しい取り組みというか、いやまあだって、うん、一時的なものだろうっていうのはあったから、うんうん、だから一時的にその、うん、うちらの給料を1割2割削減する代わりに、はい、なるべくこの首を切るっていう判断をやめてほしいっていう交渉をした時に、うんうん、いろいろもつれて、うんうん、まあ、それでそれがきっかけでやめたんだけどね。ああそうなんですね、うん、なるほど、うん、まあいい会社あったけどね、うんうん、ちょっと残念ではあったけど、まあでも、うん、ね、社長とこう仲たがいしたらさすがに仕事はしていけないので、うんうん、ああそうですよね、うん、組織それで辞めて、うん、で内地に行きます、うん、あこっちで就職とかはしなかったしなかった、うんうん、っていうのはまああの、うん、結婚するみたいな感じで内地に行ったんで、
そうなんですね。そうそうそう。で西宮、神戸、神戸というか兵庫県、兵庫県、はいはい、兵庫県の西宮の、うん、本当甲子園徒歩5分ぐらいのところに、うん、はい、引っ越して、ああそうなんですね。そうそうそう。で引っ越して、はい、まあ水牛車観光と飲食店しかやってこなかった人間だから、はい、あとバンドと、はいはい、次に何やるかなってことに、はいはいはい、かどこ行っても食える仕事がいいなと思って、うん、その時な35歳ぐらいですか、ね、6ぐらい、うんうんうん、じゃあ介護やるかっつって、うん、すごいとこ行きましたね。そう、介護に行ったすごいとこ行きましたね、うん、で介護の資格を取って、うんうん、はい、関西西宮行って、はい、ホームヘルパー、はい、施設とかじゃなくて、はいはいはい、ホームヘルパーの仕事を探して、うん、まあ、最初面接行ったとこは、はい、うちに今欲しいキャラじゃないみたいな感じって言われてキャラが違ったんですね。でもすごい面白いから、はい、あの連絡先教えてって言われて、あ、だから連絡先っていうか一緒に飲み行こうって言われて、あ、そこの俺を落とした人、雇えないけどそうけれども飲み落とした人一緒に飲み行こうって言われて、はい、まあ、その人はもうすごい仲良くなって、今でも友達なんだけど、で芦屋っては聞いたことない、超高級エリアですよね、兵庫県の芦屋、はいはい、にある介護事業所でヘルパーをやりました、まあ、2年ぐらいかな。じゃああれですよね、うん、豪邸というか、豪邸もあったね、ね、お金持ちの お家に行ってみたいな、豪邸もあれば、はい、ゴミ屋敷もあったり、ああそうなんですか、うん、あとは、うん、なんだろうな、この家族が冷たい家もあれば優しい家もあるし、そっかそっか、いろんなもの見えますもんね、あのね、はい、介護はまたそのヘルパーさんも結構女性がやっぱ多くて、うん、で離婚してシングルの人とかも多かったし、はいはいはい、その介護時代と、うん、まあ、次の時代もそうなんだけど、うん、はい、意外とその30代後半は人間っていうものをなんか深く見る時期だったかな、うん、もうほん、まあ、人の生き死にのやっぱこう、うん、死ぬタイミングのね、家族の問題とかって、はい、あ、そか、きつかったよ、ね、仕事しててそれがもう目の当たりに見えてきたわけですね、見えてくるよね、もうなんかね、うん、なんかきつそうなこともありそうですね、だいぶあったね、なんか、うん、やっぱ行きたいとこと行きたくないとこはまあ間違いなかったね、しかも家に入っていくわけよ、ですよね、この施設だったら、うんうん、まあ、自分のテリトリーで、はいはいはい、そのお客さんをもてなすみたいな感じなんだけど、うん、はいはいはい、うん、ホームヘルパーっていうのは、うん、その人の家に入ってっていろいろするから、うん、だからすごいアウェー感があるし、はい、もし何かあったら、はいはいはい、自分で対処しないといけない、はいはいはい、こう入ってって もしそのすごいな、息を引き取ってたらとかいや、もう本当に普通にあるからさ、あ、そうなんですか、俺はなかったけど、うん、でも、まあ、でもそうですよね、そうですよね、もう入ってったら部屋中粉まみれだったみたいなのは普通にあったよ、うん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 、わで掃除して、そんなことも荒木さん経験してきたんだ、やってたねシフト組むのもやってたしね、全然あれでしたけどね、へえ、そうなんだ、いやでも、うん、本当、うん、勉強になったし、うんうん、なんか世の中でその普通の人があんま見ないところをすごいよく見れた、うんうんうん、あ、そうかもしれないですね、時代だったな、結構、うん、こう友達もできたしね、その例の飲み友達のつながりで、介護関係、そのそう、俺を落とした落とした人ね落としたくせにみたいなで、まあ、介護はだいたい2年ぐらいやって、はい、その介護辞めるぐらいのタイミングでっていうか、辞める理由が、うん、はい、きつくなっちゃった、違う、そうじゃなくて、うんうん、他にやりたいことができちゃった、おお、でそれが、はい、農業、農業関係のそっから農業行くんですね、そうそう、 NPO 法人を知り合いづてで、はい、なんか紹介してもらって、そこのお手伝いとかをしてて、うん、農業法人のお手伝い、農業法人じゃない、農業関係の NPO、うん、あ、 NPO か、うん、へ、農業関係の NPO ってどういうことなんですか、農業を癒し的な、こう、なんていうのかな、うーん、
カウンセリングじゃないけど、ヒーリングじゃないけど、土を触ってなんか育ったりとか、すごいいいみたいですよね。だからそういうのに利用しようとしてるみたいな感じ、うん、まだがっつりはやってない感じ、はいはいはい、古民家借りて、はい、その古民家をみんなで改装しようとか、はい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 、なんかそういうのをやってたとこに、うんうん、ちょっとうっかり入っちゃって、うっかり、うん、で仕事しながら関わるみたいな感じでやろうとしてたんだけど、はいはいはい、とある時にそこのオーナーというか、まあ女の人だったんだけど、はい、耕作放棄地の笹を刈って、はい、で燃やすっていうのをやろうとしてたんでね、はい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 、まあ、よくやるじゃん、うんうんうん、今はやっていいのかなちょっと分からんけど、うんうん、でそれで、うん、俺はすごい注意して燃やしてたのよ、うんうんうん、でも、うん、その人はもうなんか、うん、こんなんじゃ時間かかってしょうがない、うんうんうん、言って、うん、そのバンバンいろんなとこ火つけ始めた危ないですね。ちょうど冬で、はい、やっぱ乾燥してるじゃん、はい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 、で笹の、はい、笹自体はそんな簡単に燃えないで、うん、買ったやつだから、あ、まだ水分が残ってるから、そうそうそう、はい、でも、はい、枯れて落ちた葉っぱがブワーっと下にあって、危ねえ、それに火がついてブワーってこの上の方に火が昇ってったの丘の上みたいなのにグワーって火が昇ってて、はいはい、あー危ないとか思って、はい、で消そうとしたけど全然もう消せなくて、うん、はい、で結局その消防出てきて、うんうん、でヘリも飛んでみたいな、やっちゃいましたね。その上側はなんかため池かなんかがあって、うん、その家とかはなかったんでね、うんうん、だからそのため池の周りがちょっと炎症するので終わって、うん、特に被害はなかったんで、よかったですね。よかった。人んち燃やさなくて、うん、で、うん、そんなことがあって、はい、もう俺ともう一人その NPO 手伝ってる女の子がいたんだけど、うんうん、もう疲れて憔悴しきてたって、はいはいはい、したらその女の主が来て、はい、あんたたち何やってんのっつって、うん、もっとあのちゃんとみんな あのお手伝いとかしなさいとかどの口で言ってんのお前っつってお前が火つけて燃え広がしたんだろう、その一言でもうプツンと切れて、はい、で結果それはやめたんだけど、うん、でもやっぱね農作業自体は楽しい経験として、うん、あ、そこでも実際に農作業もされたんですか。うん、ちょっとした。うん、でそれが楽しいなっていうのはなんとなく経験として残ってて、はい、なんとかそれを仕事にできないかなって考え始めたのがその時。へえ、すごい、そうそう、でも結構前だけどね、うん、今考える、うん、でそこで考えたのは、はい、仕事をしてある程度稼ぎながら、はい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 、農業の研修行ったり、うん、できる仕事ってなんだろうって考えたわけ、うん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 、いきなり農業にこういきなり行くんじゃなくて、そうそうそう、うんうん、もうだって、うん、家西宮だしそんな農業で食える感じがなかったから、その募集もね、あるのかもしれないし、はいはいはい、西宮ってそんな田舎じゃないからさ、うん、あ、じゃあ農地とかも、農地もあるにあるけど、はい、農業法人がどこにあってみたいな情報はもう当時全くなかったから、うん、ネットで調べて出てきたところに研修とかに行こうとしてたんだけど、はいはい、ただやっぱ仕事もしなきゃ食えないから、うんうんうん、仕事を何しようって探してたわけよ、うんうん、その時に見つけたのは、うん、タクシードライバー。タクシードライバー。ああ、この間ねちょこっと聞きましたけど、ああ、タクシーのうんちゃんやってたんですね。そうなんです。すごいな。タクシードライバーやった。はい、竹富島で、はいはい、水牛車観光やってた時に、はい、まあ、送迎バスに乗るんだよね。あの、はいはいはい、大きいやつ。そうそう、あの、うん、一応ガイドの主任はやってたけど、はい、みんなやっぱ臨機応変に動けるようにっていう風にやってて、うん、で送迎バス乗ってた時に、はい、大型免許を取ってたのよ、はいはい、石垣島で車のね、そうそうそう、うん、大型、しかも石垣は大型一種は取れなくて、うん、大型取る場合必ず大型二種免許になっちゃうんでね、二種ってのは難しい方ですか、分かんないけど、お客さんを乗せる、あ、なるほどなるほど、タクシーもそうなんだけど、 2種、あれも2種、あれは小型二種免許、へえ、大型二種持ってたら小型二種は持ってる、なるほどなるほど、と同じことだ、はいはいはい、うん、でたまたま持ってた二種免許のことを思い出して、はい、タクシー調べたら、はい、勤務形態が結構独特なんだよね、タクシーって。ああ、そうですよね。なんか、まあ、会社にもよるんだけど、うん、石垣はそうじゃないらしいんだけど、はい、あの俺が行ってた
タクシー会社は、はい、確実勤務って言って確実勤務、うんうん、要するに、うん、1日コアタイムみたいなもんですか、うん、コアタイムがちょっと何なのかよく分からんけど、はい、1日で、はい20時間ぐらい、はい、高速で何で18だか20時間、はいうんはい、でそれで2日分の仕事しましたよ、はい、だから仕事終わった後、うん、次の日は明け明け、うん、あまあ実質休みに近い感じで、うん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 、っていう勤務形態だから、うん、明けの日に、うん、動けるぞいけるなあなるほどなるほどだから月多くて13日とか働くのがはいはいはい結構いけるんだよね、はい、畑にへえでもいけますよね、うん、で最初は、うん兵庫県の西区ってとこで、はい、有機農業やってる農家さんのとこで、うん、へちょこちょこ行って勉強してたんだよねはいはいはいでその農家さんが勧めてくれて一緒にその有機農業の研修会というか、はい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 、講習会みたいのがあるよっていうんで、はいはい、一緒に勉強に行ったりとかいうのもよくやっててへえ、うん、それでいろいろ勉強してくると今度やっぱ自分で作ってみたくなったなりますよ、ね、から、うん、友達と一緒に耕作放棄地を借りて、うん、ほうほうほうそこを手で開墾してほう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 でようやくね一世って言って、うん、1R100 平米ぐらいの農地をようやく開いて、はい、そこに初めて自分で、はい、その学んだ農業技術を使って作った、うん、あそうなんですね、うんっていうのを1年ぐらいやってきてでもうちょっと広いの借りたいなっつって、うんうん、2年目3年目は少し大きい畑借りて、うん、あへえ、うん、やってたねでも畑まで片道1時間半かかるから、はいはいはい、タクシーで行ってたんですかそういやタクシーじゃないタクシーじゃない自分の車だけどいやガス代もかかるしそうですよね時間もかかりますかかるし、それを結構結局3年ぐらいやったのかな。へで俺基本的に、はい、まあ話聞いてて分かるかもしれないけど秋っぽいんだよね、うんうんうん、秋っぽいんで、うん、まあ今楽しんでやってるけど、はい、これ続くんかなみたいなのはちょっと自分の中でも思ってたわけ農業をやりたいって気持ちがあ、はいはいはい、続くんかな、うんうん、だからまあとりあえず3年やってみようっつって、うんうん、石の上にもそう3年この距離通えたら、うん、多分大丈夫だろうねうんうん、そうですよね片道1時間半の3時間かけてそうそうそう、うん、でたくさん作るようになって、うんうんうん、でまあ自分じゃ食いきれないから、うんうん、友達に買ってもらうみたいな買うというかまあ、うん、そんな売るみたいなほどでもなかったけど、うん、本当Facebookでつながった人とかが、はい、お金寄付でもらいながら、うん、もう全然儲けないからねもう、うん車のガス代だけでもそうですね。ガス代だけでも全然マイナス相場でしたから、はいはいはい、まずでもそれでもやっぱ実際作れる、うん、自分で作ることが一番学びになったかなと、うん、それでもあれですよねタクシーの仕事もしながら、うん、その空いた時間でやってたんですよねやってためちゃめちゃ大変やったんじゃないですかそうね今考え大変やった ねそうですよね、うん、休みもほとんどなかったかなそれが今につながってくるんですよね それができたから、はい、だから俺多分できるなと思ったんだよね、うんうんうん、あ3年はやりきったんですねやりきったおお素晴らしいそれでじゃあどこでやろうかなみたいな話で、うんはい、悩みに悩んで、うん、石垣島に石垣島にっていう流れですねまたカムバックですなるほど帰ってきちゃった面白いな、うん、そっかそっかそっか本当はね、うんちょっとタクシー時代の面白い話とかもしたいけどそれはまあ今日はとりあえず置いといて、はい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 、またおいおいタクシーはねなんかいろいろありそうですもんねいや、まあはい、まあまあそれはまたおいおいなんか、はいね、インタビューする中で出てくるかもね、はい、その話は、うんうんうんまあ、お楽しみというか、はい、ちょうどキリがいいんでそうですね、とりあえず、はい、荒木さんの今回は神戸兵庫県時代が一旦終わって、次の石垣島ですね、うん、っていう感じで、はい、今日はこの辺で、はい、そうですね終わりましょう、はい、じゃあ第2回はここまでここまでということで、
どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。また来週。